それでは記事を熊田特派員に紹介していただきます。熊田特派員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、マイナンバーカードさんがどこぞの何かたちが反対しそうな機能を導入予定わらをお伝えします。それでは記事を引用してご紹介いたします。以下引用。デジタル社会の実現に向けて政府が取り組むべき重点計画の改定案をデジタル庁が取りまとめ、マイナンバーカードについては2026年中にセキュリティを高めた新しいカードの導入を目指すなどとしています。政府はデジタル社会の実現に向けて重点計画案の策定を進めていて、このほどデジタル庁が改定案をまとめました。それによりますと、2016年から交付が始まったマイナンバーカードでは、当時取得した人たちが更新時期を迎えることから、新しいマイナンバーカードの2026年中の導入を目指すとしています。偽造防止など今のカードよりもセキュリティを高めます。カードには現在性別や生年月日、住所などが記載されていますが、本人であることを証明する機能を残しながら記載する情報を精査していくということです。また2024年度末までに行うとしているマイナンバーカードと運転免許証の一体化では、スマートフォンに運転免許証の情報を記録するモバイル運転免許証の実現に向けて検討を進めることにしています。このほか、マイナンバーカードと外国人の在留カードの一体化に向けて必要となる関連法案の提出を目指す方針です。以下略。引用終了。全文はソースへ。マイナンバーカードと外国人の在留カードの一体化とか、どこぞの何かたちが反対しそうな機能で草。ネットの賛否の声を少しご紹介します。もともと、脱税とかの不正防止が目的だっけ。職質の時にマイナンバー確認するようになれば、さまるもないしいいかもな。新しいカードは、ぜひ、写真をもう少し綺麗にしてほしいなんと、泣くぼやーとしている。不正するやつは出るだろうから、厳罰化もセットでお願いしたい。他にやることいっぱいあるはず。これに反対する人々はどんな難癖をつけてくるんだろう、などの声がありました。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず、日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。